どうも皆さん、こんにちは、ダビです。皆さん元気ですか？というわけでダビチャットの新しいエピソードがまたまた始まりました。そして皆さんと、もうメンバーたちだけで、もうなんか今日はどういうテーマか皆さんもう分かると思いますが、なんと今日はマリたち4の映画がリリースされて、でそのマリたち4の映画に関していろいろと話していきますので、マリたちと一緒に、ポッドキャストを撮影していきたいと思います。イエーイ、イエーイ。まず最初に、まあ、最初はこっちが話すけど、もうどうやってマリたち4をやろうってなったか、その理由お母さんが話す。はい、だから言葉し思い出さなかったらみんなよろしくお願いします。はい、あー、ヘルの顔見えない。見えた、見えた、見えた。ここしか見えない。カメラだった。そうそう。OK、 じゃあマルタチさんが終わって、それでまあみんなが期待しちゃうってな、次なんだろうって、それでもう私たちもまあお祈り、もうお祈りして主よ、どうすればいい、次あるかないかって、それでまあ祈りの中で与えられたのは、実は私救われた時になんかすごい教えられたのは、もう最初にはその神様との関係を、親密な関係が大事 だって、それと神様が父なる神様であることを教えられたけど、それで日本に来た時にメッセージの中とか、あのいろんなコンフェレンスとか、あの最初は言ってたけど、言ってなんかあまりこういう話しないなってあの感じて、それでこれは日本に必要だなって、それその時からもあの心にそのテーマがあって祈ってたけど、日本のためにね。その時あの教会にあの急に訪れた男たちがいて、誰だろうね、その男たちがね、あの教会にいる男たちがあの癒されて、まあいいお父さんになる前に、あのもうなんか神様との親密な関係で、なんか今は神様の子としてそれを受け取ってベストかなって、私いつもね、お祈りの中で、あの憐れみの心でね、この男たち見て、あこれはどっか伝えたいってなって、それでお祈り始めたのね。自分が体験したことも思い出して、それでかあのメモしだしたね、メモしだして、なんかメッセージも聞いて、他の証も聞いて、だから私は女だからまた男の場合もちょっと違うのね。とそのを作ってる時に、なんかすごい思いに来たの、ケビンがすごい思う、あの心に来たのね。それでまあそれはどのぐらいかかったか、1年半ぐらいでの中で、やっぱり私たちもブラジルに行く準備してたから、あまりそれに集中そんな前か、そうそうそう、もうあまり集中できなくて、それでまあ後で帰ってきたから、まあもう一度また集中しようかなと思って、それで帰ってきて、マママリたちやろうって言って、ちょっと休憩したいけどでもね、じゃあママ祈ろうって、なんか私たち日本にいるから、なんかそういうなんていうの、あの正月があのファミリー、日本のファミリーが集まる 時だよね。他にあまりないというか、そこが一番ポイント、うん、だから、あこの正月、この今この時期だから、じゃあここであのなんかあのアイディアが来たらいいなと思って、それでポンとバッと来たのね、心がね、あのセチロリおせち、うん、おせち料理がいい。それで、でおばちゃんとおじちゃんからあの年玉とかもらってたし、あと家族と集まってなんかやっぱりあの遊ぶんじゃない、なんか道でね、そういうふうにしたり、だからそれをあのもう一度見てる人に、あ思い出して、これ、あこれすごく良かったなって、自分の人生にね。でもお母さんが作ってた話は、今皆さんが見てる映画とかそのままじゃないの、そのままじゃなくて変えたところいくつかあって、一つは結構大きなことは、本当は遊園地じゃなかったの、遊園地じゃなくてスキーだったの、スキー場だったの、そう、覚えてる、私そうスキー場行く予定だよ、本当はスキー場の予定で、で結局行かなくなって、で明かりが元々からもう、そう遊園地に行くよ、企画を立てたから、もう自分でだから、もう個人で、だからその企画に邪魔して、赤いマヨネーズ申し訳なかったけど
けど残ってそうだからでも撮影の日になっちゃった。そう遊園地に行こうってあって、もともとマリアナのアイデア、そう、そうだからもともとマリアナのアイデア、そう本当にマリアナのアイデアだった。それサイリーは最初からケビン入れたいって思ってて、で本当はケビン主人公のはずだったんだけど、あ主人公にさせようってサイリーもそう元々思ってたんだでもなんか仲介者みたいな感じとして入ることになったの。うん、まあ一つの理由はもう絶対にお父さん役をジョージという、それも絶対決まってて、だからそれをケビンのお父さんにしようって言ってっていうはずだったのね。でもそしたらちょっとなんかあんまりそういう感じがしないから、そうだからもっともう 親子の関係があった方がいいから、もうじゃあダビにしようというのみたいな。でもマリオとマリオのお父さんみたいな感じ、そういとこっていうことも本当にもう映画でもなんかそれを表したかったというか、なんかそのいとこの感じ、そういとこ、ただの友達じゃなくても本当にもういとこみたいな、本当に仲いい一応親戚です。そうそうそう、まあ、心を開かないといけなかったから、やっぱり近く、そう心開くから本当に確かに友達だけじゃなくてね、お父さんとも仲いいからね。そうそれも大事だよ。あそうそう、あそう、それもある、そうそれもある、うん、まだ娘の友達でも、うん、その友達のお父さんと仲がいて、それほどいないじゃん。まあいるはいるけど、ね、まあ、みんなじゃないから、うん、確かに、うん、おじさんっていうね、うん、でもっと話しやすい。撮影にはいろんな戦いが実はありましたよ皆さん。もういつも通り、もう本当にこれサプライズじゃないよ皆さん。もう本当に、ま、もう本当にマリタチさんのインタビューでも それは話したんだけど、本当にサタンはマリタチ大嫌いだから本当にサタンはどうしてもマリタチの撮影を止めさせようとするんだけど、一つ大きなことあかり話したよ。これはあかりの体験だからあかりが話したよそう、撮影する日は決まってたっけ。決まってた。決まってたけど1月3日だっけ。ああ多分そうです。あ、そう本当にもう正月って感じ。その前の日になんか遊びに行ってて、でその日からなんかちょっと調子悪いなって思ったけど、まあいっかって思いながら遊びに行って、で夜あ温泉に行って、まあ、帰ろうとしてたんだけど、温泉入ってもなんかめっちゃなんか分かる、冷や汗かいたりとか、なんかあれみたいな感じで結構やばいかもって思って、で普通に家に帰ったら熱測ってみたら普通に 38.なんちゃらだったんだけど、で、あ、やばい、もう熱だと思って、でもまあ寝たら回復するし、まあ明日撮影頑張れるかなって思ったけど、全然もう起きれなくてその日でも結構もうなんかもう撮影も行きたくないって感じだし、無理やり起きてなんかメイクとかもしてもなんか嫌だしと思いながら、うん、でもうずっとダビとドサイリにもうなんか嫌だって言って嫌だって言ってたんだ、うん、でさゆりもなんか結構そのちょうどかぶって熱ではなかったけど、結構なんかすごい体調が悪くて、さゆりもちょっと体調悪くて、そうでママも頑張るから、もうあかりも頑張ってって感じででもうなんかさゆりがあかりのカバンを取って、もういろんなもん適当にいろんな服を詰めてだからもう選ばないといけなかったね。そうでも適当になんかいろんな服詰めて、でそのまま教会に行ってパパが帰ったと、そうパパが墓石、ジョージが明かりをこうやってもう連れて行った、担いで行った、担いでっていうか、そうだっけ、車、え、そうでしょ、車から教会までっていうか、抱っこじゃないけど、抱っこじゃんじゃないけど、こうやってあ、こう支えてる、そうだっけ、やばそれぐらいなんか歩けない感じだった本当にでも面白かったね、ジェイもサポートしてくれて置いてる、それで彼も、それで美味しいものなんか美味しいものあげたよね、なんか持ってきて、あかりが美味しい、ジェイが何か買ってきて、あかりがなんか買ってきてって言ってジェイが買いに行って、あ違う、あ普通になんか自分の買い物して、あなんかいるって聞かれたけど、もういらないって、もう食欲ないって言われて言って、でもなんだっけ、なんかあげてたよね、なんかあかりスイーツが好きだから、あかりセットみたいな、違う、スイーツ食べてないよ。じゃあなんか、あかりは元気になるものを食べて、それがあかり元気になった。違う。普通にJが食べてたお弁当をあかりが、まあ、一口ちょうだいって言って食べたら美味しくて、それを全部食べた。あそうなんだ。やば、じゃあそのお弁当の鍵。じゃあ、あかりさんお弁当を用いた。ちなみに丸中の。もう本当にもうなんかもうとんでもないもお弁当でも元気になった。違う元気になったことにそれのもちろんそれ理由じゃなかったから。でもあかりは本当にもうなんか撮影するよってなんかもうスイッチ、あっなんかもう撮影するよって言ったらもうあかりにスイッチが入ってロロロロロロって演技始めるから
もうなんか、はい、じゃあ帰り遊びに去ってって、まあ、なんちゃら、はい、じゃあ撮影始まるよ、ピン、もろろろろろろって話し始めるから。だから、あれが、もう、その日は皆さん、あの、事務所の、ビハルシンスあるんじゃない？ビハルシンスある。あ、ビハルシンスある。そう、ビハルシンスも全部撮ってる、わかりもこんな。この前にこの動画出る前に出てる、ね、ああ本当だ、皆さんも見た、ああああやば、それでよくわかるね、確かにそこも見てるから、そう楽しみ、そうっていうかもう見てるから、結構なんか確かに今見たないですよ、今の今現在まだ見たない、でも戦いっていうのは結構林原家の中にあったのだから、別にだからその日にも一応桜たちに聞いたので、桜たちは別にあの大丈夫なのって聞いて、で桜全然大丈夫だよって言ったから、もう本当にこの映画はもう家族っていうことだから、もう家族にもう戦いがあったって感じで、もう一つの戦いはそのマリオとマリーニョの和解のシーンを撮影する日が何回も、もうなんかもう3回目でやってやった、3回目で2回キャンセルしてね、2回も、そう1回目はこの日にもう1回この日に撮影しようって決めてて、でも結局もうなんかジョージが変になってて調子悪くて、で結局その日にやめてで別の日にしようってなって2回目 でそれでもうジョージもまた調子悪くて、でも3回目の時にちょっと機嫌悪かったけど、もうそれでもやろうと、もう3回目はさすがにもやろうと、もうでも 3回目はあのジョージじゃなくてジョージが やろうって言って、あのダビの方がちょっとあのなんか調子悪かったあれそれでママが言ったのね、あダビもう今日でキャンセルしたらちょっともういいもうやろうって、ああ3回、そうあのダビが調子悪かった3回目、うもう絶対に誰かが調子悪いって、もう本当に家族の誰かが絶対調子悪いから、本当にもうどんだけ家族に祝福な映画っていうなんかその調子悪さがね、撮影の時ちょっと出てて、その調子悪いじゃないっけ、ああいい感じにね、いい感じにあみたいな、でももう一つ、ね、あれ家のシーンを撮ろうっていう前に、なんかすごいなんか悲しいニュースを聞いたのね、その時に、え、なんだった、ピーっていうちょっと ある友達からのニュースを聞いて、ちょっと悲しいニュースだったから、ちょうどそれもなんか哀れみの心でなっちゃって、でその家の中で撮影するシーンもちょうど哀れみの心で撮影したから、それもすっごいちょうどよかった、すごい祈り心、そう祈り心って感じ、祈り心を持ってその時みんなで一緒に祈ったもんね、さゆりも泣きながら祈った。え、そうだっけ？そう。でその後にみんなでキッチンで撮影だったからなんか確かに。あとケビンとのバス停のシーンあるじゃん。あれも本当に2回目だよと。1日目はもう急にもう着いた時に雨降り始めて、そうだからもう別の日にしようってなって。それも結局2回目で撮影して、絶対何かの戦いがある、もうギリギリな時間か、もう天気か、それかもうなんかもう誰かの調子悪いとかって、もう本当にいろんなのあって、で八島の時は時間の問題と、あとすっごいなんかあれなんかちょうど隣になんか工事やってる人がいてもうボン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 もううるさと思いながら音がね、そうそう、でもそれもすごいもう間に合ったから、それも祈ってね、シュとか止めてください、その音間に合うかどうかね、え、ちゃんともう終わったの、その工事が、ああそうそう、ちょうどだったよね、まあ祈ってね、で収まった、ちょっと収まったから、あでもあの遊園地でのマリアノとマリオとマリアとマリーの会話もあれはなんか、あ、カウントダウンの前ってなってるけど、映画ではそうなってるけど、でも本当はもうあれ夜中の1時ぐらいで、もカウントダウンの花火とか終わって、もう遊園地も閉まるぐらいで、もうなんか、誰か、なんか警備員たち、もう、そう、なんか歩いてたのね、そこで。1時過ぎてたもん。もう着いてた。もうそんぐらいで撮影したから、めっちゃもう本当に全部ギリギリで撮影した。しかもなんか音楽が流れてて。ああ、そう、音楽もそう、だからそれもあった、なんかちょうど隣に音楽があったり。それも結構ね、そう。本当は観覧車で撮ろうとしてたけど、観覧車も行列ができてて乗れなくてみたいな。そう、本当だ。とかいろいろ。それも観覧車のはずだったけど。でその間、その撮影、そのシーンに映ってない人たちはメリーゴーランドで、ね。何してたの？メリーゴーランド乗ってた。やば、初めて乗ったって。初めて。でも。
もう結局撮影のために遊園地行ったって感じだよね、うん、そんななんかもう確かにあまり唯一まあカウントダウンの花火を見れたって感じ。うん、そう、あと遊具であのなんかパイレーツもあれ乗って本当にそんぐらいだったね。あそこ夢タウンもちょっとやばかったね。なんかあそこの夢タウンのあれ字が出なんか夢タウンにいることなんか最初にああもう私たち1時間行ったよね。ずっとあの夢タウンのあのドゥーンって撮るじゃん、あのなんか夢タウンの景色みたいな、うん、それ撮るのに1時間もかかった私ずっと怒られてママなんか真ん中になってないよ私が。そう本当はそれあのダビが入ってくるシーンあの森に入ってくるシーンだったのね本当は。でサリが撮っててダビすっごい厳しいから、まあ、なんかもうなんかもうちゃんと撮れてないのなんちゃらなんちゃらってすっごいそれもあったからそうマリたちの撮影のカメラマン募集してますあそんぐらいもうダビが釣ってる時はもう本当にやる人はいないけどもう適当にあダビ釣ってたか一から、うん、え一か一は全部釣ってる全部釣ってる一も釣ってるけそう、うん、あそうでもあちなみにこれも結構今回マリたち読んでなんか新しくしたことなんだけどとだからダビ結構カメラ持たないといけないって感じでで1から3までは結構その三脚に置いててで今回4ではあのそういうなんか手持ちの雰囲気でやろうと思ってだからあんまり三脚で持たずにだから自分が撮らないといけないって誰かが絶対に 手で持たないといけないって感じだったのね、うん、誰も分かってない分かってる本当に雰囲気分かるよ、うん、全然変わった、うん、全然違 う見たら分かるかもしれない、うん、例えば最近すごい流行ってるドチョーゼン分かる、うん、ドチョーゼン、うん、ドチョーゼンドチョーゼンの映画はもう見たら絶対三脚使ってない、もうそういう感じの、なんかもう本当になんか手持ちって感じだから、やっぱりなんかなんていうの雰囲気が分かる、変わる、躍動感が出るよね、固定するのとまた手を持って、ね、なんかあとマイクも本当は今使ってるマイクは1から3までずっとこのマイクだと、うん、あの皆さんとも知ってると思うけど Zoom っていうあのメーカーのやつなんだけど、それを1から3まで使っててすごいいいマイクなんだけど拾いすぎて、うん、もう本当にすごいもう良すぎてもうすごい広いから、あの今回はマイクはなんと iPhone だったの。ああボイスメモ。そうボイスメモ iPhone のボイスメモにあの iPhone にスポンジを挿してスポンジを挿してで普通なんかちょっと三脚に置いて、例えばこっちのカメラで言うとしたらマイクはここにあったの、うん、もう本当に映らない程度ここにあったの。あそうだから多分ここもここに置いたらもう絶対映っちゃうから本当に。いや言うとしたら近くないといけないからもうここぐらいって。でも結構こうやってギリギリで出すわね。ああまあ上から撮るのも結構下もあったんじゃない。そうだから持つ人がいなかった時はもう三脚に置いて下からだったけど、うん、持つ人がいた時はもう上から撮ってた、うん、まあ上からの方がいいけど、うん、じゃあもう演技について話そう。演技だってマリたちは結構なんかみんなのキャラクターは結局本当の自分、なんかマリアンは完全さくら、確かにもうマリアナは完全あかりとかって感じじゃん。だからその人の性格を生かしてるみたいな、うん、そうマリたちの中で唯一自分の性格とちょっと違うのはマリサ。うん確かに夢はそうマリサはちょっと難しい。マリン、あマリンよ、マリンよ、まあそうそうマリン、そうあとちょっとおじさん役をやらないといけなかったから、ね、おじさん役結構良かったでおじさんのことをあれねどうやってしようかなと思ったらもう自分のお父さん、父親をちょっと、ね、一緒にいたからもうだいぶ何歳だったっけ、73、うん、それぐらいかな。そんなマリオそんなおじさんじゃないよ。マリオ多分60になったばかりな、59とかでもイメージとしてはもう自分のお父さんね、自分の父親でね、うん、それをもう考えながらあちょっとゆっくり話さないといけないあ確かにゆっくりだったね。髪もね染めたっていうかその時だけ、ね、あそう白髪ね、そうね、ちょっと白髪そうシルバーのカラーワックスをたまたまダビが持っててこれないよポッドキャストだからダビがたまたま持っててあじゃあこれ使おうと思ってちょっとおじさんっぽくした。もう眉毛にも塗ってメガネ使ってでも難しかったのはあの服、服もあんまりジョージはねジャージとかなんかそういうのシャツとか、まあ、シャツもおじさんっぽくシャツじゃん、ううね、ちょっとそれで一番ちょっとまあと思ってるのを使ったね私が選んで、うん、これで一番、まあ、ジャケットは着てたよね。あそうそうそう茶色いのあのお父さんとの和解をしてからのマリアノとの会話のシーンでダビが使ってる白黒のチェックのシャツはそれはマリたち3で
本当に一番最初のシーンでまたマリオが使っててで実はマリたち2でマリアナが使ってるの本当はこれもともとあかりがギャップで買ったやつでメンズのところで買ったやつでマリたち2で元の時期 の時期にちょうど使ってて使ってでいらないって言ってちょうどメンズのやつだったからダビデあげた気づいて人いるのかな、どうめっちゃ見てる、2、3、4で来てるってことですね。そうお下がりが必要ですお下がり、お下がり、自分が買えばいいじゃんお下がり募集してますおっさこの年になってお下がりもらう人いるのこの年になって別にあのだいたい M サイズだからM サイズです、だいたい M サイズです、皆さん M サイズのお下がりの服あれば言うあと自分の役割、そう役割になんかチャレンジあったかなんか面白いことあったかなんかこれはちょっととかちょっと考えて、あジョージちょっと今話したけどね、あの自分の役割それにちょっとお父さんあと何かある、もしなんか思い出したら、まあ日本語はやっぱりちょっと難しいね、うん、言葉とかセリフとかもう覚えるのはね結構笑ってたよね、うん、でその一つのセリフだけでやっぱり日本語が難しいからこれねそれを覚えるだけでちょっとまあ、難しかった、うん、あまり慣れてない言葉を使うと、うん、慣れてないセリフとかね、うん、だったらちょっと難しかった、うん、そうインスタでも聞かれたんだけどみんな、 なんかどうやってセリフ全部覚えたのって覚えれたのって聞かれて、で本当は、まあ、例えば長いセリフがあったとしてフレーズごと丸までのフレーズ丸までのフレーズっていうふうに渡されてそれを全部暗記する感じじゃない、そう、うん、あと結構本当になんか自分がアレンジする感じ、まあそれでね、なんちゃらなんちゃらみたいな、なんかそれもあったから、特にあかりあかりもどうしても一発で撮りたいもう性格だからいやでも僕もあれだね、真面目な話だったらちょっと難しいね、うん、なんかその真面目な顔をしてケビンの顔を見て、あーあーもう我慢できないもう笑ってるあれはやばかで簡単だったあの自分の息子だったから、あー確かにあの、あー多分やりやすかった自分のね息子だったから全然それは難しくなかった、うん、普通に親子だから例えば撮影中に何かセリフ間違ったら、うーん、あ違うそれ間違ってるとかあ違うそれ違う違う、普通に怒ってもいいしそうそう普通に怒ってもいいしもう何でも言ってもいいからでも今回なんかダビがあの私たち撮った時にダビがちょっと機嫌悪いっていうかなんかダビがちょっとおかしかったからだから早くもういいもうなんかでもそのシーンもちょうどね機嫌は悪かったことがちょうど良かった、ね、まあね、それが用いられた、うん、そういうみんなの調子が用いられる調子そうだ調じゃない機嫌機嫌が用いられてすごいちょっと私も横に行っていつも横に行ってみんなにあもうちょっと笑顔もうちょっとあのあ、ね、心配な顔して、うん、ちょっとこうねそれでジョージとあの、ま、マリあのその周りもハグした時に私すぐ泣いた、すごいあの感情があれ一発来たらね、そうマリアとみんなすぐ泣いたらみんな泣くはずさえマイク持ってたよもうこれだよこれだよあまりなんかアーチフィサンっていうのあなんかフェイクなんかフェイクこんな感じでして欲しくなかったからだから、うん、あ一発でなんか、まあ一発だったんだ、ね、そう一発で、うん、だから本当に本当の人生で親子でよかった、確かに、そうじゃ一発で撮ったシーンをまとめてください一発で撮ったシーンまだ明かりのやつ全部じゃない全部じゃないよ全部じゃないけど俺とジョージの100テイクぐらいある、本当にやばいあれね、ケビンとジョージのあの話してるシーンはもう合計3時間ぐらい、まあもともとその演技は初めてだったから絶対みんな分かんない絶対分かんない、いや本当に初めてで何をやればいいか分からなかったからとりあえずネットで調べて演技するときに必要なことみたいな、まあそのキャラクターをまず知っておくべき、まあその時のベストを尽くそうと思って、まあ、やったからそこまでこの大変だった苦労はないけど、セリフってよりかは喋り方、そのセリフの言い方とかはすごいなんか自分の中でこれ合ってるのかなって、こ
これこういう喋り方でいいのかなとか、まあ、リンニおじさんにはこういう喋り方でもいいのかなとか、大変だったなっていうか、さぬき弁を出さないようにとか、まあね、とかなんかいろいろ確かに何々やけんとか、そうよく使うから。ちなみにマリたちは標準語確かに確かに、そうだから俺はあんまり標準語が得意じゃないから、うん、ちょっと難しかったっていうのはちょっとあったかな、うん、あそうなんやとか、あそうなんかね、そういうのいくつかあった、そういくつかちょっとあ違うなっていうのはその映画の中であったけど、まあ全部神様が用いてくれる結構上司との話で、うん、ああそうです、そうなんや、そうなんや、なんか上司もさぬき弁ちょっと出てた、あそうなんや、そうだから、うん、でここにいたからね、香川に、そうそうそれを落とした、確かに確かに、そうそうそう、上司はしゃべ、ね、それで喋っててよかったかもしれない、なんかちょっとおじさん、そうおじさんっていう、上司の周りにいるおじさんもみんなもうさぬき人だから、もう絶対さぬき弁じゃん、それが意外となんか地元感が出ていい感じ、なんか実家に、実家っていうかその親戚の、やり直した方がいいか、何を何を上司の信用いやあれがいい感じだと思う、あであるんじゃない、あのケビンがあの、うん、母さんからお土産言ってて、それであの声がかあの自分のお母さんの返した時に、あれも自然だった、あ自分で考えた、あこれはなんかもういや別にあれはもうなんかそうしようかなみたいな、あじゃあちょっと考えて、なんかその最初から考えてたわけじゃなくて、うん、もうその時にあまあなんていうかな、まあ、緊張もなくすためにっていうのもで自分も自然になんか普通に real life ってそれするよね、そうだからふざけるとか、そう私も思った、それでまあまあいいかと思って、まあ、全然もう私もうあこれいいなと思って、うん、全然あもう一度やってとか言わなかったし、うんうん、ちなみに、マリーニョおじさんの妹がマリアノのお母さん、だからお兄ちゃんに渡しといてって、でマリアノの、マリアノのお母さんが、っていうことはマリアノのお母さんは日本人、そうそ う, そう、だからマリーニョとマリアノのお母さんはちなみにその兄弟で日本人で、だからどっちも外国人と結婚したってこと、こっちも外国のハーフ入ってるから、こっちも入ってるから、ね、外国のハーフ、外国の血入ってるから、こっちも別に見えない、こっちも、うん、あのさあお母さんはお父さんと実家に帰ってるよって言ってたじゃん、うん、本当は本当のセリフはお父さんと一緒にあの国に帰ってるよって言葉で、うん、セリフだったの本当は、そうお父さんの言ってたね、それお父さんが外国人だからお父さんと一緒に、そう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 、うん、でちなみにそのマリアナのお母さんの名前はマリコ、え違うよどういうことマリコマリマリコ、マリアナのお父さんは私はマリ、あ私がマリ、ああ私がマリです、確かにそれで入ってもいいかも誰か聞いてたのね、サイビーしないの、あでもマリンニョってもう日本人の名前じゃないじゃん確かにあの全部じゃあマリさんもある、マリさん、あマリさんは日本人の名前、マリさんは絶対日本人の名前、マリアンはいないんじゃない、マリアンは完全外国、あちなみにマリアンのそうロワーシップのマリアンからインスピレーションもらった、あそうなの、そうそうそう本当、でも多分あれなんかロワーシップのマリアンはマリアンじゃない、マリアンじゃない、そうなんか発音がね、いろんな発音があるから、なんかこっちはマリアンっていう発音だけど、うん、ロワーシップのマリアンはマリアン、わかんない、だって英語だったらマリアン、そうあね、マリアンマリアン、マリアナのお母さんの名前はそのままマリマリリンじゃない？マリリン。あちなみに本当だ、本当ケビンのお母さんの名前は本当にマリリン。マリリン。そう本当にマリリン。マリリン。次マリアナ。ないです。技術的な努力じゃなくて、なんかそう撮影のを頑張ろうという努力はの方が大きかった。機嫌が悪いのを機嫌よくしたみたいな感じです。なんかそのあなんかどういう風に演技すればいいのかっていうところじゃなくて、あそう。なんかこのシーンはめっちゃ難しかったとかじゃなくて、普通に単純にその撮影を頑張ったって感じ、もう絵にもうあ桜は桜は努力したこと、うん、なんかずっと一から同じようなそのなんタイプ、うん、もうそうね性格は変わってないよ、そう性格はあんまり変わってないから、うんまあ、意外と自然にできたかもしれないけど、まあ、頑張ったところはそのキッチンで話してる時にその時にサイリから
そのポルトガル語の意味で日本語訳がなかったからポルトガル語でその時にさゆりが言ってそれをダビがとあかりが簡単に訳してそれを言わないといけないみたいなでいろいろ日本語をその訳そのまま訳すと日本語的に変だからその時にいろいろ整理して日本人にはどうやったら日本語的には何が綺麗に聞こえるかなとかを考え、うん、その場で演技しながら考えながらしないといけなかったから、うん、それがちょっと難しかったというか、うん、まあだから、まあ、その場で知ったそのセリフを、あ、ね、日本語的にすごく綺麗に言ったりとかしかも会話だったから会話でちゃんと成り立つような会話にしないといけないなっていうふうにそれを意識しながら話したから、うん、そこはある意味まあ、努力したのかなとか思ったけど、うん、でもなんか祈る時そう、うん、ダビ、あ、ダビというか、うん、マリオのために祈る時はすごい自然にできたしいつものようなそうあれはセリフなかったあれはもうサイリーが、うん、もうその時に自由に祈ってって言われたから、うん、じゃあその場で祈ろうって言ってあれは一発そう一発一発で、であとサイリーが伝えたいことを伝えたいしでも日本でも日本人的に聞いたらこの文章ちょっと変だなとか、うん、なんかそのサイリーが伝えたいことと日本語的にっていうそこの葛藤が日本語的にはこう言った方がもっといいけどサイリンの伝えたいことはこういうことだしっていうのでうあのそこの、まあ、バランスよく伝えれるようにそこは努力したかな。あ、さくらなんか、うん、もう普通にいつもサイリンと一緒にいるからだいたいなんか言いたいことは分かるからそれは分かったとちなみに皆さんあの周りたちの話全部セリフ全部物語全部ポルトガル語で書かれたんですよ。だからもう本当に全部日本語で訳し日本語に訳して映画ができたって感じだから、ね、マッコ先生がこれから手伝いたいって言ってた。ああ、そうそうそうだから訳して日本語にもっとよく聞こえるように。マリたちはなんか礼拝の中で語るようなメッセージを映画にしてるってことだから、うん、完全にだからそれもちょっと難しいじゃん。会話にするもうそれを会話にするって感じ。敬語とか感じじゃなくても普通に会話。あなたはもうなんかなんちゃらなれなければなりません。アーメンですかとかじゃないじゃん。もちろん、うん。だから本当にそれをあの会話にするかもうなんとかだね。しかも、うん、アーメンみたいな。あ、そう、もう一つ頑張ったことは、うん、カメラが一つじゃん。うん、で会話のように見せないといけないけど、うん、その一つの自分のセリフを全部一発で撮るから、あ、だから話しても相手の反応がないから、それが難しかった。なんか、うん、流れ的な会話ではないから、そう、流れ的じゃなくて自分のセリフを言って、うん、なんだよねって言ってみんなシーンみたいな、あ、次のを言って、でシーンでまた次の自分のシーンを言うみたいな、そう、だから。映画ではすごくいい感じになったけど、うん、撮影中はすごく変な感じだった。そう。で、あともう自分、そう、なんかもう一気に、例えば僕、あ、じゃあ今はマリアンだけの撮る。今はマリアンだけの撮るって感じで、はい、じゃあ次はなんかうなずいてるシーンを。って言ったりしたね。はい、じゃあ次なんかうなずいてるシーンやったとか、みたいな。あ、じゃあリンカに向いてうなずいてるシーン。じゃあなんか声に向いて、あみたいな。結構そういう感じだったから。そういうのでね、こっちも。大変だったから、そういう意味でね、あのケビのだけ撮ってそれで後でマリーノだけ撮ってたから、本当にもうそういう感じで噛み合ってないような感じするけど、 目閉じてって言ってたからね。そう、俺が目開けてたら笑っちゃう。次カメラ2台でやったら、もしやったらもうそれは結構会話っぽくもっとスムーズになるかもしれない。会話っぽくない。スタッフも募集しないと。スタッフも物全部募集してます。全部募集してます。DM してください。でも見た人からなんか結構ねこういうコメントあったけど、あのあみんな自然に喋ってた、なんか すごいなんかナチュラルな感じだったって、みんな上手だねって言われて、それ本当に神様がね油注いで。多分ダビのチャンネル見てる人たちだったから、そうちゃんとなんかサクラの性格とかケビンの性格とか分かってる人たちだから。え、違う、分かってない人たちが言ったんだよ。え、じゃ分かってる人たちが言ったでしょ。あ、すごい自然だったっていうの。親戚たちとか、なんか多分伝わるんじゃない。そうなんか自然にやってるんだなみたいな。あのそれインスタの方でも書いたんだけど、マリオのあのなんか自己紹介みたいなの書いたじゃん。確かにいまいちマリオの性格分かった。23歳で、言いたいこと分かったね。23歳って書いてたのね、うん、なんで23歳かというと、3年前に撮影したマリたち1で20歳のパーティーだから。20歳のパーティーだったから。そうだから今マリオは23歳ってこと。で実際は
本当は24歳の年なんだけど、でも星5月じゃん。ダビの誕生日は1月26日だからまだ24歳になってないよ。24歳のはずだったけど。かけやすい。いや、それどうでもいいけど、でも、うん、事務所の社長じゃん。それもある意味、どうやって演技しようって思ったりしたけど、でも自分は結構なんか、ハイテンションじゃん。だからそれを、ちょっと社長っぽくしてもちょっとおかしいから、だからまあ、普通の感じのダビを、それを社長っぽくしたみたいな。敬語使う時のダビみたいな。そう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 。いや、ダビは敬語使ったんだけど、みんなは、マリオの下にいるから、結構みんな絶対敬語じゃん。それ、うん、いとこ誘ったらどうですかって。あ、確かに。さくらも、マリオはお正月何するんですか？とか、いとこがいるんですね。そうそうそう。めっちゃセリフ覚えてる。もうダビ、もう本当に多分、まあ、編集した人として、一番見てるから、もう本当に本気で全部覚えたかもしれない。もうなんかもう覚えすぎて、この前ジョージと車に乗ってて、ジョージがなんか最初のセリフ言い出してダビはの後の全部言った。へー、すごい。でマリたちは何歳なの？そういう、あー、年上なんだけど年上なんだけど、まあ社長の下だから、あ、まあ、そう、あ、でも3年前のマリたち1では、二十歳のパーティーって言って、でマリサは、私も23歳でなんちゃらなんちゃらって言ってたよ、ね。マリサ、あ、ごめん、マリアン。23だった？ 23 って言った。今26だよ。今26歳。そうやね。やば。マリアン、もう本当に、もう本当にしっかりしてるのが見える。あ、確かに。あ、わかる。あ、ちゃんと26歳って。26歳かな。そう。ある意味視聴者として、何が一番印象に残った、そのマリたちのメッセージで。自分の頃に残ったこと。メッセージの中で。じゃあ、桜から。桜から。ふぅ、よかった。あ、ごめん、やっぱりケミンから。マリオがちょっと信仰から離れてて、教会に行けてなかった。で、父、お父さんとの関係も悪くて、まあ、そこで、まあ、仲介者である、ケビンが来て、で、やっぱりまず最初に回復したのが、教会に行って、神様との関係がまず最初に回復したっていうところで、その後に父お父さんとの関係も回復したっていうのがすごくいいなと思って、まずやっぱり神様との関係をが回復すると、やっぱり人間関係、横の関係も、あ、なんか回復して、あの、祝福されていくんだなっていうことがすごくいいなって思って、あとは、まあ、その仲介者もいたし、そのマリたちもマリオのために祈った、その影の取りなしの祈りもあったからこそ、そうやってマリオが教会に導かれていったんだなっていうのを、その影の取りなしの祈りもあったっていうのもすごくいいなって思って、仲介者も気にかけたじゃん、マリオのこと、どう最近みたいな、やっぱりそのケアする人もすごく大事だから、それも教会に行くきっかけになったし、なんか悩みを話すきっかけにもなったし、だから、まあ、全部がすごくメッセージ性があって、すごくその3つかながすごいいいなって思った。あ、確かに、わかる。ちなみにめっちゃやばいけど、マリサのエボリューション、マリサのもう霊的なエボリューションがやばすぎる。もうマリたち2ではめっちゃ遊んでる人で、マリたち3では救われて教会にいて、マリたち4ではもう大宣教面で守ってるみたいな。あ、兄弟兄弟たち誘ってるっていう、もうやばい。自分が結構喋ったところだけど、お父さんがなんか本当はこういう感じであるべきだよねみたいなところのシーンで、そこのメッセージが結構なんか、あんまりその教会行くのが大切とか、あとそのお父さんとなんか、まあ、許すとかっていうのは結構語られることだと思うけど、別に霊的なこと関係ない部分でも、なんかお父さんはこういう感じで、まあ、その子育てをした方がいいとか、まあ、こういう子供がこう育たないように、こういうふうに親はなんかこうやって関われば、まあ、将来こうならないよみたいな、なんかいろいろそういうところがあるから、まあ、それをなんか、まあ、海外では結構なんかリールとかで流れたりするけど、日本ではなんかあんまり確かになんか言われないなっていうのもなんか気づいたっていうのもあるから、まあ、それをなんか日本語で、まあ、特になんかそう自分が話したシーンだから、すごいなんか大切だなって思ったし、なんかそれを言えたのも良かったなって思います。あの、マリアナが言ってるやつ、その私はまあお父さんとこういう問題があってなんちゃらなんちゃらっていう、そのそれは実は
マリたち2でもちょっと話してるのそのこと。そうマリたち2で本当はマリアナは癒されて、マリたち4でもうその証ししてるって感じ、うん、癒しの証みたいな。実際俺もその体験があるからその時のことを思い出したっていうのは一つあって、うん、自分の中で、うんまあ、その時に何が大事だったかなってこうまた振り返ってみたら、なんであの人は変わらないんだろうとか、 あの人のせいにしてたとか親のせいにしてたけど、でも自分も悪いところあるっていうことを気づけなかったっていうのがすごくその回復の時に必要だったことで、気づくこととしてね、自分も悪いところあった、その親の悪いところを探すのはすごい簡単だけど、自分の悪かったところ、ある意味本当に仲介者役でよかったの、うん、そのなんか自分の体験を話す側だから、うんうん、そうだよね、うん、仲介者やっぱりそういうケアする人もやっぱり通ってないと、やっぱりなんていうの、なんかアドバイスできないというか、ケビンもなんか仲介者っぽい性格してる、うん、どういう性格実際にやってるんじゃない、仲介者っぽい、そうそうそう、話聞いてアドバイスしてくれるから、その人が変わることを求めるんじゃなくて、まず自分が変わらないといけないっていう御言葉を通して神様とちゃんと関係を持って、まあ、そこで自分が作り変えられる時にやっぱり神様の御業がその家庭内とか人間関係のうちに働くのかなって、父の心があの子供に向くのと、うん、それが先言葉通りにやったの うん、ね、だからジョージもあの自分がクリスチャンになって、ジョージのマリンよ、マリエッツさんがクリスチャンになって、うん、それをこれを食べてあの認めてね、これは私本当に悪かった、うん、それで正直にねあのそれを求めて、その和解で ね、まあ、神様は奇跡の神様だから、うん、まあ1ヶ月で変わるとか1ヶ月で救われるとか、そういうのも可能は可能ね、神様の可能ことはないから、安久先生が10年もうね、18年かな、18年だったっけ、あと18年だった、ね、マリアが10年、うん、そう18年もあの夫のためね、僕の神室先生のために乗って、だからそのタイミングが神様の、それも私たちもああまあ主に期待するのも必要やけど、それで神様に信頼して、あ神様の時が一番良い時だなって、うん、だからこれもあのそのストーリーの中でも早い方があの本当は進めだけどね、うん、まず父の頃を子に向けさせるっていうのを、その御言葉を本当にベースにしたから、うん、そうだ、だから許すところも、まあ、そのそうハグもまずマリニョからハグも、でもそれも本当に考えた、うん、でマリオからじゃなくて本当にもう父からって感じ、うん、神様もそうじゃない、神様もそうじゃない、神様もいつも確かにこうやってね、私たちを妥協する、うん、準備してるっていうかね、こうやってしてそれで子供が来るだけ、うん、息子がね、私たちがね来るだけ主のよし、え、うん、本人も知らなかった本人も知らなかった、お父さんから言ったっていうことでも一応言ったけどね、その時に、あ、じゃあ同時からやってってそれは言った、だから理由は言った、でもそ本当にそれ、聖霊様の導きっていうかね、ちゃんとしたかったよもう一つ聖霊様の導きだったのは、マリアノが言ったじゃん、あ、これお兄ちゃんにもあげといてって、で、マリンニョが、よくマリアノのお母さんとよく喧嘩してたなって、その喧嘩しちゃったこともセリフに入れたの、そういう家庭から来てるって、本当に仲良くない、そある意味ちょっと喧嘩がある家庭から来てるってちょっと見せたの、言ってるのジョージア、よく喧嘩してたなって、あ そこまで考えて仲良くじゃなくてだから、うん、だから作る時にもう本当に聖霊様がね、あもう意味がある全部意味があるっていうかね、うん、部屋あまり和解がなかった家族って、もともとはそっからもう呪いが降りてきた、うん、だから家様を信じたらもうね、それをもうマリオで断ち切られてる、そうそうそう、ここからね、だから言ってるね、死んでもう家族、イエス様信じたからもうこれからもうね、うん、違う、それを伝えたから、もう一回見て、もう一回見ないといけない、もう一回見て、それでもっと深く、やっぱり深みがあるっていうかね、それで面白いのは、もう絶対あのセレ様が一人一人違うところ通ってるから、見てる人がね、だからそのメッセージが違うのね、一人一人にね、でも
僕はね仕事をね長い時間仕事をしてるから、やっぱりその仕事のことで、この世のことで、人間関係のことで、まあ、何かのことでマリオが神様から教会から離れたというのが、うん、これ結構大事、大事というかある意味ではね、うん、注意しなければならないなと思って、うん、確かに、まあ良かったことはねまた戻ったは戻ったんだけど、うん、でもこの世のことでね忙しさ のことをそれフォーカスばっかりしていって、教会から離れた、気をつけないといけないね。だから聖書が言うのはその、まあ、結婚することは悪くない、結婚してもいい、ね、あのたくさんの牛を飼いましたというそういう聖書にも出てくるんだけど、それも買ってもいいけど、それをそればっかりにフォーカスすることが悪いことですね。でそれをやってもいいしけど、教会から神様から離れないことがそれがポイントでね、まあ、好きなセリフはいつも僕は言うんだけど、日曜日は教会へってね。それが結構ねこの世に生かされてるからね、大体私たちはその世のことをやるんだけど、礼拝者としてここに生かされているんだね。だからその日曜日は教会へ、マリオがね離れたことがちょっと良くなかったのがあったけど、まあ、教えられたね。日曜日にタピオカ飲んでたから、うん、あもちろんタピオカ、そうタピオカを飲むことは間違ってない。でもそうでもそれそれなんかそれ俺月曜日に飲んだらいい、月曜日飲んだらいいじゃんみたいな。だから教会終わってから飲んだらいいとかね、うん、教会前に教会の時間だった。ちょうどその礼拝の時間ね。そうそうそう。マリたちみんなが言ってる間に。やることが悪いんじゃなくて、やっぱりそれで、まあ、教会行かなくなるみたいな。でもめっちゃ常時っぽいなんか見方っていうか。そうそう。常時っぽい意見。すごい常時っぽい見方。あそこ見るんだ。まあ日曜日教会。なんかダビってよくなんか撮影っていう目で見るの。だから演技してても例えばある時ダビしてたのね、メモリーカードあと10分しかないって。っていうのあったりして、だからさ、なんか演技しながら、そう10分っていうのも意識して、もうもう10分以内で全部もう一発でよみたいな、それもそうあったあった。でなんかやりながら一つ分かったのは、あのもうなんか本当にオーバーにそうリアクションした方がいいっていうことで自分で分かった。なんかあのセリフのことなんだけどね、本当にセリフは大体山の上で、あの マリオとマリーニョの和解の後のシーン、それ山の上なんだけど、その時のセリフはもう全部車の中で作ったのね。そう本当はなかった。車もう行ってる時に本当はなかった。あそうなかった。そうそれで見たらね、あこれこれ順番を重ねた時に、あそうそうそう、あこのあの和解があって、それでもうバスで、あのもうさよなら、でもそれで、あそれでケビンと話して、ごめんもう一つあるけどそうだからもう後からなんか話を全部見て、あなんかこう足りないと思って、うん、例えばそこはもう本当にセリフは車の中で作ったから、ダビがマリオが言ってるセリフで、そういえばこの水族館でアザラシに注意された写真があるんだよっていうの、それも本当にもう急遽って感じ、もうセリフ自体が急遽だったけど、それも急遽だったと。なぜかというと、その写真は元、皆さんと The End っていうところに写真が出てきたから、皆さん見たと思いますが、本当にある写真なの、それ。ダビカと2歳ぐらいの時に、本当にそのヤシマの水族館撮ったやつで、本当にたまたまヤシマで撮影することやったから、そのセリフを入れたみたいな。うん、そう思い出して、あの写真があるんだ、それで本当のことを話したのね。そう実際の写真はなんか良かった。あ、そうそうそう。あるんだと思って。そうそうそう。作りましたね。そう、作りましたね。しかもなんか別の赤ちゃんじゃない、もう本当にもう本人みたいな。本人ね。Google でアザラシに注意されてる赤ちゃん。そうじゃない、本当に2008年の飲んでます。意外と最近だな、2000。多分2歳になったばかりの冬の服を着てたから。ああ。あ、2000、じゃあ2009年か。何言った。いや、そういうなんか。細かすぎる、なんか冬の来てからじゃあ多分2歳じゃないそう誕生日がね冬だから、ああそういうことね、1月マリオがまだ24歳じゃないっていうのもその話も細かすぎるだからさっき言ったじゃんマリオ23歳だまだ誕生日になってないから24歳になってないってことあどうでもいいけどちょっともったいないなと思ったのがマリサが
マリアナと会うシーンあるじゃん、遊園地で。そこでワズトにマリサたこ焼きを持ってるようにしようって思ってたこ焼きを買ったんだけど、なんか全然気づかない。ああ確かに全然気づかない。たこ焼き持ってた、持ってるのに。確かにたこ焼き写してもよかったかもしれない。そう、あとなんか開けたままなんか食べてる感じでもよかったかも。確かに食べてて、で確かに買った意味が、めっちゃ冷めてたしね。買ってるシーンを見せたかった、その日本のたこ焼きを見せたかった、ね、それを見せたかった。でもすっごいそれは難しかった。すっごい難しかった。並べてたし、私が買いに行ってね、あんまり、まあでもなんか急いでたしね。そう、ちょっと急いでた。なんかカウントダウンが始まる、え、始まった。でもあの花火はすごい良かったと思う。あ、そういう話すんだって。みんなが本当に初めてだったから、もうその視線、みんなの、みんなの本当のリアクションみたいな。そう、一発だからね。でケビンがセールもよ、あの楽しんで、でももう疲れすぎて、もう。ああ、面白かった、面白かったっていうか、なんか事務所で話してる時に、うん、あ、いとこがいるんだってね。あ、すごいな、そうなの。え、いとこいるのが普通じゃないかなって。あ、そうだね。なんかいとこがいるのすごいの。たまにいる日本人の中ではいとこいないか、めっちゃ年が離れてるとかは結構多いの。そう、一人っ子の人が一人っ子と結婚してやばで、一人っ子はできてやば、兄弟もいとこもいないって。やばのダビデもなんかお祭りでは見たことあったけど、でもあれは綺麗だった。めっちゃ近かった。なんかそう、夏祭りのなんか龍馬の中でやったじゃん、あれ。なんか普通の、なんか普通のじゃないけど、あ、なんかちょっと寒い感じもして、なんかちょっとそれもね、なんか雰囲気とか、なんかあんまり冬の服を着て花火見ることはないから。そう、大体祭りとかだったからね、夏は。めっちゃなんかもう暑いって、浴衣着て見るような感じかもね。あと BGM に関して、マリたちの一から見てる人、ファンしか気づかないと思うんですけど、激メズクイズ違う違う、普通だから、ただ1から4までバリたちと BGM 全部同じなんですよ。なんか例えばなんかピアノのなんかタナナナナってやつとか、そういうなんかそういうちょっとした BGM は大体1から4まで同じ、そう、同じやつ使ってる。まあある意味雰囲気がね、マリとしてる雰囲気ですね。ちなみに今回あるちょっと主題歌として使わせてもらったあのジョエルの曲なんですけど、子羊の歌っていうね、皆さんもすごいね、あのティーザーにも使ったし、すごい印象に残った曲だったかもしれませんが、それはティーザーを出す2日目に決めた。そうなの。ティーザー2日あーを出す1日前、いや1日前、いやもともと普通になんか BGM 普通になんか普通のなんかエクセントか、うん、そうだから、でも お母さんがそのあジョエルの曲使ったらってちょうどハマってたし、だから聞いて、ずっと聴いてた。あかり、あのダビも歌ってたし、もうずっと聴いてたのに、そう、なんか合うんじゃないって言って、そう、違うスタイルだからいいんじゃない。そう、ティーザーで使うのと、あの遊園地で BGM になるのとか、お母さんがそれあの使ったらって、だから早く聴いて、ジョエルに聴いてって言って、聴いて、で、ああ、もちろんいいよ、なんかもう使ってって言ってって言われて、ナイスアイディア。そう、Good Good Father っていうのも、あの、まあ、例えばマリたち3では弱いこの足にがある意味なんかちゃんとレコーディングして、なんかちょっとあ主題歌っぽい感じになった曲で、で今回もそういうなんかちょっとそういう曲ないかなって思って、でも主題歌が2つ系じゃない。だって3では、うん、あの弱いこの足にと、あのドゥルルッドゥンドゥルルッドゥンドゥルルッドゥン、あれ魂歌え、で、そう、ティーザーはドゥルッドゥンになってる、あドゥルッドゥンで、今回も主題歌が2つみたいな、1つは自分たちでレコーディングした Good Good Father と恋ステージのこと、教会の中であの、あのそうだね、あーあー、そう、あれ、あ、信じる名前、そう、それも3つじゃん。そう、でもそれ不思議に、あのスコット人たちレコーディングしてた時に、実際に BGM でつけてて、そう、それで一旦だけちょうど撮影の時に、撮影の時に決めてなかったけど、確かに撮影たまたまその曲を流してたつけてはみたいな、あの曲にしようみたいな感じ。そう、なぎさちゃんもその曲をあの作って、で明かししてたもんね、そのなんか自分もお父さんと との問題があって、あ、でその信じるなら山動くみたいな、なんかそのもん、その、そう、作曲者の渚ちゃんも お父さんを許せたみたいな。Good Good Father は、Good Good Father だから。どうやって決める？もうそう。その曲あまりないよね。あの父なる神様との。あんまりそう、あんまりないよね、そんな感じ。の心。アナポラのあるけどね、ムズブラスズパン。ああそう。でもあそう。英語でこうやってあの、お父さん。そう、なんかポルトガルではすごいあって、だから例えばあの。あ、なんかお母さんがあのそ
ストーリーを書いてる時もそのポルトラ語の賛美を聞きながら、うん、あのそうもうドゥーンめっちゃイヤホンですけどボーンって爆音ですけどもだから、まあ、ブラジルではすごいそういう賛美あるのね、すごいお父さんとか神さん父なる神様っていうのがあるけど、でも確かにでたまたまその Google Father っていうのをお母さんがポルトラ語でも聞いたと思うね。お母さんとポルトラ語で、あ、日本英語でもあることは知らなかった。No! あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、そう、Just、Just Gabriel が英語バージョンを立ててたから。まあ、でも、お母さんはその Google Father のポルトラ語バージョンしてて、あ、じゃこれも英語あるから、日本語でもあるんじゃないって聞いて、で、調べたら、あ、ライブチャーチのが、あの、訳したバージョンがあったから、あ、じゃもう日本語で、あの、レコーディングしようってなって。そう。ちょっとすごい。あ、それも皆さんあのさくらのチャンネルでその Google Father フルで聞けますので見てくださいね。MV、しゅうちゃんも、そうレコーディングしたしゅうちゃんもありがとう。しゅうちゃんもギリギリでもうそれも叩くもう祈りながらもう確かにムービーが公開される2日前とかでしょ。そうそう木曜日に送ってくれたけどわあもうすごい乗りましたよ。最後もしゃばららららら。シャフレてくださいもうその許可を受けるようにもうシャフレてくださいシャフレてくしかもなんかのしゅうちゃんほぼ関わってないのになんか名前 使ってくれてありがとうみたいな。めっちゃ関わってる関わってる関わってるツンデレすぎる本当にだからもう本当にもうみんなもう関わってないっていう人たちも本当にもうダビとちょっとダビとお母さんの心では絶もう本当に関わってくれてるからそれは絶対感謝だよ。本当みんなの協力があって、ね、助け合ってできたもんだよね。まあこれは当たり前かもしれないけど遊園地に行くことも最初にてっぺい先生に聞いた最初にてっぺい先生に聞いてあの誘っていいって、ね、ああよいよいよいよってすぐ言ってそうなの、うん、最初はてっぺい最初行かないって言ってたからね。あ確かに、うん、あどそれはえどそれは多分それでもパパに聞いたあったかもしれない、うん、けどなんかちょっと体力的にしんどいかもみたいな、うんなんかちょうど大阪行ってああねちょっとそう年末だったからちょっとねめっちゃ続いててそうちょっと大変だったから、ね、けどまあでもなんか、うん、さゆりの願いもあるしそうやって誘ってくれ誘ってくれさゆりの願いに応えてるでなんかまあいいものができるかなと思ってそう、まあ、行こうと思ってで行けてよかった。うんあんな夜中に撮影するの初めてだけど、でもすごい綺麗だったし、どう見たことあるよもう撮影もう夜中に撮影する人ってよく見たことある。なので本当に皆さんの協力も、必要なんですよ。どういうふうに協力できるかというと、もうシンプルにもこれあのいいねとコメントをするだけですごい実は助けになるので、あの皆さんもえ本当にもうそれだけで見たと思うかもしれませんけど、あの YouTubeのことに関してはもう本当にそれ本当に必要なのでぜひ皆さんいいねとコメントをよろしくお願いします。シェアとかも ねあの家族の LINE グループとか教会の LINE グループとか送ってください。コメントもねやっぱり言ってくれたらねああよかったとか個人でもいいちょっと言って、うん、私たちもなんかあと個人でも言ってくださいぜひその励ましになるので励まし、ね、そしたらマリたち5がいやその勇気づけられる勇気づけられるはいというわけでここでマリたちのポッドキャストを終わりにしたいと思います。本当にポッドキャストなの皆さんも本当にこれ楽しかったと思います。皆さんもねマリたちを4を見てでこの裏側の話とかね見れて皆さんも絶対に良かったと思うのでさっきも言ったようにいいねコメント、そしてチャンネル登録とシェアもねぜひお願いします。マリたち4を見てない方は何をしてるの見てダビのチャンネルに入ったらちょっとあるので皆さんぜひ見てください。またお会いしましょう。バイバーイ。マリたち5で